は長崎県島原半島にあります小浜温泉街に来ております。海沿いの温泉街になっておりまして、小浜温泉街中心部動画を撮りたいと思います。はい、この先に日本一の足湯と書いてあるホット日本一長いホットフットかな、ホットフット105というのがこれです。そして右側が温泉宿がずらりと並んでいます。はい、浜館ホテルです。大規模なホテルです。2棟続いておりますが、なんか南国チックな雰囲気で、別府をちっちゃくしたみたいな感じです。梅野さんは熱海と言っていましたが、自分は別府をちっちゃくしたみたいな。なんか中国建築っぽいのがありますね。何ですかこれ。洋風、中国という洋風やん。そんな小浜師匠旧町役場。はい、あ、海花亭。はい、そしてこっちが長崎半島。はい、そろそろ海沿いの、これはホテルじゃないね。違います、リゾートマンションみたいな。そしてこのなんか宗教的な建築、このところを左から右に入ると旧道みたいなところがあります。はい、こっちか、はい、そうですね。はい、いい天気ですな。海沿いのメインストリートから一歩入った旧道に入っていきます。こちらは島原半島では島原市に次ぐスナック街を形成しているエリアでしょう。小浜温泉街、さすが温泉といえばスナックです。いや、今まで一つの動画の中に入ってませんけど、スナックがスナック街って言ってるけど一つも入ってないじゃん。商店街ね。エディオンもあるもん。エディオン。クラブ、クラブ、はい。だからスナック街というほどじゃないですけど、スナックがあると点在はしておりますぞ。確かに。はい、まっすぐ行ってください。排水溝から湯気が出てます、はい、そういえば嬉野温泉もこんな感じでしたっけ。嬉野の方が賑わってたね。すぐです。左が小浜神社。はい、ラブリークラブ。はい、この柱がスリーピン衣装が原点。はい、ここ左です。はい、もうこの先で終わりですね。はい、ちょっと上の方に登ってみたいと思います。はい、浜館の裏手になりますね。スナック橋というのがビジネス観光にタウンホテル用室です。さあ、この辺は住宅街に入ってきました。はい、山の上の方まで家があります。はい、なんか坂が続いてます。右に続いてんのかな。はい、狭い道。別府みたいに斜面になってます。色は違いますけど。そしてこれがさっきの、この石垣が沖縄風の石垣、沖縄っぽいです。そしてそこに洋風建築が
とだ。昔の小学校みたいな感じでね。何でしょうかね。何やろね、これ。はい。いつもと布団って。まあ、雲仙市自体が7つの町が合併してできた中で一番人口が多い元小浜町でしょうか。1万1000人ぐらいいたみたいですけど。国見は？国見と同じぐらいですか。国見も1万1000人。だから町の中心が有明海側と外海側と2つできてしまったんでしょうかね。はい、ほら湯気がすごい。この湯気はでもさっき虫なんちゃらの湯気です、うん、店やこの辺に店が多いですね、うん、こういうところさっきのこれが役所だ、メインストリートで、はい、この雰囲気よかですぞ。これに行ったらここに登ります。ここに洋館があります。浜かな、中国風とか言ってますか。いや、中国が混ざってます。この建物ほら、はい、歴史的がある建物。ハルヨーカンか。はい。およそ300メートル。先ほど温泉の方に4番起点に戻ります。18新和銀行、小浜温泉街中心部走行動画を終わります、はい、これから温泉よろしく温泉方面に向かいます。よろしく、はい。